どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん音楽始めよう。今日の曲はですねいいですよ。エルビス・プレスリーのブルーハワイ。この曲こそウクレレで弾きたい曲。これはですねガズレレ流シンプル簡単バージョンで仕上げてるんですけど、実はですね5年前なんと2015年の3月にこれを一回、まあね、その当時はね、私ももう全然ね、優しくないんですよ。もう5年前のレッスン動画上げてるんですけど、もう2020年、さらにパワーアップして、もうかっこよく仕上げたブルーハワイ。やりましょう。ウクレレ似合いますよ。そして今このコロナでね、ハワイが好きな方、どうしようかな、こう行けるかなとか、そういう方多いと思うんですけど、この曲をまず奏でてですね、ハワイ気分、起こしちゃいましょう。自宅に。はい、自宅とか公園に。はい、これ楽しんでやりましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしてるガズレレオリジナル超シンプル簡単バージョン。後半はそこにリズムが加わります。そしてちょっとこうね、面白いこう、アイテムをリズムに入れてるんでね、ご注目ください。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽聴くのもいいけど、やりましょう。やるのがもっと最高。ハワイアン聴くといい気分じゃないですか。弾いたらもっといい気分になりますか。やりましょう。具合で。でもね、私楽器きっと苦手で無理だ。私不器用なんですという方多いんですけど、大丈夫です。今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルではですね、そのような方が、あれよあれよとどんどん弾き語りができるプログラムがございまして、それを見た世界中の皆さんがもうね、何万人もウクレレで楽しく音楽生活始めてます。皆さんも始めましょう。もうちょっと社交リンクあります。このリンク先に行って上から順番に動画を見ながらウクレレ触ってるだけですぐできるようになっちゃいます。行ってらっしゃい。クリック。行ってらっしゃい。そこにはですね、私が今まで取りためたありとあらゆる音楽ジャンルの曲、もちろんハワイアンソングもめちゃくちゃいっぱいアップロードしてますよ。もう定番のハワイソング。あらゆるジャンルをウクレレで簡単にできるようにしてます。最新 J-POP、定番 J-POP、昭和の夏メロ、歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアン、アニメソング、映画の曲、もうほんとあらゆるジャンルをですね、このウクレレで簡単に弾けるようにして、レッスン動画1200曲以上もアップロードされてますからね、皆さんこれから音楽を聴くからやる時代に変えていきましょう。それでは早速やってみましょう。まあ、ちなみに、言わせてください。このプレスリーの主演映画、ブルーハワイという映画、めちゃくちゃいいです。もう私もね、180回ぐらい見てると思います。あの世界観がもう大好きなんです。そんなことを思いながらやると、またテンションが上がると思います。はい、エルビス・プレスリー、ブルーハワイ、ガズレレリーシンプル簡単バージョンやってみます。 1, 2, 3, 4. All the way.
And do why it like you are come to this magic night of my with you. プレスリーのブルーハワイガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。いやーもうハワイアンブリーズが吹き抜ける感じ、あのまたね60年代の時代感もね思い浮かぶんですよね。これぜひ皆さん大いに歌って、今のは一応フルコーラス、長さとしては、ね、フルコーラスやりましたよ。はい。でね、やっぱりね、動画と一緒にできた方、自分で紙に書いてですね、ご自身だけで演奏してみて、やっぱり覚えちゃうのがいいと思いますよ。それハワイに行って覚えて、こうやって青空を見ながら弾きたいわけですからね。はい、覚えちゃいましょう。なんだけど、その前にね、ノートに書いて おいた方がいいと思うんですけど、いつもね、このガズのノートを写して皆さんメモってねって言ってるんですけど、実はですね、このノートが皆さんのお手元にすぐに手に入る。今日か明日か明後日ぐらい。そんなシステム、はい、このガズクラブっていうのがスタートしています。このガズクラブはクラブ会費、活動費660円を毎月いただいて、毎月ガズレのね、大量の曲のストックの中から、5曲、皆さんが好きな曲を PD、データでですね、お届けできるというのがあるんですけどね。今日も、このプレスリーはですね、お届けできる曲になっておりますんで、今日か明日か明後日ぐらいにはもうお届けできます。あ、そんなような活動があるのと、あとそこでもいろんなことね、面白いことやってますね。後でまたちょっとご紹介しますけど。はい、それでは移しますんで、はい、お時間ある方はこれメモっていってください。で、いつもの通りなんですけど、この下にくるっと囲ってるやつは、後半やるかっこいいバージョンでこのコード進行ということでございます。はい。一時停止してメモっていてくださいませ。ちょっとわかりづらい方はもちろん動画のテロップを一時停止しながらでもいいと思います。シンプルなんですよね。でやっぱりねハワイアンというかなんかねやっぱあの時代感かな、なんかすごくあのハワイもろハワイみたいないいイメージの曲だと思いますよ。はい、じゃあ次の箇所、ここは一応サビというか Come with me のところサビというふうに、まあ、一応命名はしてますけどね。はい、ここもちょっとコード進行変わってきたりとか違うコードになったりとかしていますと。はい、でここが、まあ、3番というか、まあ、まあここセットなんですけどね、こんな感じになってます。はい、ちょっとささっとですけど一時停止してメモっていてください。構成なんですけど、ここからずーっと1番2番やってサビやって、まあ、3番やったら、そしたらねここにも書いてあるけど、またここのサビに戻ってまたここやって終わったというのがガズレレオリジナルのアレンジになっております。はい、そしたらコードの解説、今のシンプル簡単バージョンの場合ですね、これ今ね赤く囲ってるところは後半やるかっこいいバージョンで出てくるんで後で解説します。ひとまずこれを隠しておいてですね、ここの6個のコード、今日は6個ですよ。はい、言っていきます。C、F、G7、A7、C7、D7 で今のシンプル簡単バージョンやりました。でこれは入門コードのグループなんですけど、ちょっとここに Dm、これで後半のかっこいいバージョンで Dm ちょっと1箇所出てくるんですけど、これもね入門コードのグループなんで一緒に入れておきましょう。そしたらこの7個のコードはですね、これはねガズレレにとってはもうすげえ勢いの入門コード、ドーン、これガズレレ必須コードでございます。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、ウクレレを始めた皆さんが一番最初に覚えてもらいたいコードの塊グループなんですよ。はい、でこれで必須ってことは必ず覚えた方がいいよということなんですけど、本当はコードってね星の数ほどあるんですよ。とてもじゃないけど覚えられない。でもウクレレにとってねめちゃくちゃ便利で、これだけ覚えておけばひとまず超基本コードだよという10個のコードがこのガズレレ必須コードなんですけど、10個もあるのか大変そうと思うけど、1個ずつ見たら超簡単。これも1個のコード、これも1個のコード、これも1個とだけど簡単、1個ずつは簡単だけど10個いっぺんに覚えようと思うとね結構頭ごちゃごちゃになりますからね。そこで私がめちゃくちゃ頭にスイスイ入る動画で説明してます。ここにリンクがあっておきますね。このねあの動画見たらコード10個はねスイスイ覚えられますから、これね楽しいですよ。親戚とかそんな感じで覚えていきます。わかんないでしょ、これ見たらお楽しみです。で今日はシンプル簡単バージョンはその6個で、やりましたということでございました。ゆっくりと心込めてあのプレスリーみたいな気分で歌えると、ね、最高なんですよ。海風を感じながらやっぱこの辺がポイントになると思います。さあそれではかっこいいバージョンの解説に入っていきましょう。かっこいいバージョンはですね結構いろんなことやります。まずコードが増えますね、さっき出てきたこの Dm っていうコードも1箇所だけ出てくるんでここだけ、やってもらいたいんですけど、あとね見慣れないコードがね、まずこれよく出てくる Fm からいこうか。 Fm ってコードはこれ初心者様が一番最初に突っかかっちゃうコードの代表、押さえる場所こことここ、こんな風に押さえるのが教科書通りの押さえ方ですね。はい、ガズさんの場合はこの部分、これを上から親指でこうグッと握って上からこう押さえちゃいます。はい、
これはですね、どっちでもいいと思います。弾きやすい方、ご自身が。はい。ちょっと工夫してみてください。親指で押さえる方は手首を上に持ってくる。人差し指で押さえたい方は、どっちかというと下に持ってくるみたいなイメージでいきましょう。はい。この F マイナーと、あともう一個、今日はね、このコードはもう私も初めての響きでした。はい。G-A-U-G、G-Augment と呼びますけど、これよく見て。あ、こう、おおって感じでしょ？よし。これをやってみましょう。押さえる場所はですね、まずはですね、ここ1弦の2フレットと、2弦と3弦の3フレット。こんな感じだね。何この響きって思うけど、ここがかっこいいんですよ。ここがサビのところでね、It's all we, it's all we. この響き。これ使いましょう。はい。かっこいいバージョンで、この G、オーギュメント、G、AUG、使って、あそこの渋いところ、表現していきたいと思います。そして曲の全体のリズムなんですけど、この8ビートと8ビートのチャをミックスしようと思います。しかもですね、ただの8ビートとか8ビートのチャじゃないですよ。ルンルンビートが混ざったやつ。つまりですね、シャッフルの入ったもう、ゆったり跳ねてるリアツです。ちょっとどんな感じかというと、なんかね、こう、ドゥン、ダー、ドゥン、ダー、アクセントが後ろに来てるんですよ。C だけでやると、ドゥン、ダー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 、ドゥン。これをね、ルンルンビートというふうに表現してるんですね。アクセントが後ろに来てて、こうゆったりシャッフル。でも手は8ビートなんです。で、サビから、チャを入れておこうと。Come with me. Why am I? こんな風にちょっと使い分けてみようと思うんです。はい。で、あとね、もう一個ちょっとリズムの説明でいくと、ちょっとこういうとこが出てくるんですよ。Night and you, and blue Hawaii. The night is happily, and you are, 次ね、to me, ここ。手見ててカッティングなんだよ。カッティングでこんな感じ。これハワイアンでこういうのね、かっこよくよく出てくるんですよ。これハワイアンバンプみたいな風に言うらしいんですけどね。カッティングでこう、はい、これちょっとね、簡単そうに見えるけど結構難しい技で、これカッティングを使ってます。そういうことで今日はですね、8ビートと8ビートのチャとルンルンビート、まあ、この辺は1個の塊として捉えてもらって、あとはカッティングっていうのはそのさっきみたいなフレーズの時にとかこんな感じでちょっと決めの時に使うカッティング、こんな感じでいきたいと思います。はい。このリズムの解説はここ、このリンク先行ってください。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレレホームページの1枚で、その中から8ビート、8ビートのチャ、ルンルンビート、あとはカッティング、このね動画で完全解説してますからやってみてください。まずこのストロークの基本は8ビートです。8ビートができるようになってから8ビートマスターして、なんとなく基本掴んだ後にルンルンビートの、これルンルンビートってこれです。トントタントトント、これがね、8ビートと交わった時にかっこよくなるんですね。トントタントトントタントから、ドンダドスとタトトン、こんなムード。これがね、で、最後はチャです。ドンチャドスタトトン。速くなんないように、こう、ゆったりね、こう、ストレッチしながらの、体をリラックスしてやるのがポイントになると思います。で、カッティングはもう、こんな感じで、これはですね、修行です、修行。さっきのね、リンク先のカッティングのところでいろんなね、練習方法も紹介してきますんで、ちょっとチャレンジしてみてください。で、サビの最後のさっき出てきたかっこいいコード、G-O-U-A-U-G で、これ、ここ決め。ちょっとここやってみるか。The night is young, and so are we. 次、and so are we.こんな感じで渋くいきたいんですけれども、このその次の後にね、かっこいいフレーズ入れちゃいます。その次、Dreams come true, ここ、これがね、結構ね、インパクトが。ちょっと今ね、説明してから、もう一回、Dreams come true, and blue, Hawaii。わかる？ C を
を抑えたまんま2弦の3210です。はい、これね、歌のメロディーと一緒、これ203連のリズムなんですよ。テン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 、こういう風にちょっとね面白いリズム。もう一回やろうか。Dreams come true blue Hawaii the night となります。2弦の C を押さえたまんま2弦の23210、 C を押さえたまんま2弦3210。できそうだったらやってみてください。これちょっと難しかったら、ハーバーインブーハワーイ、リズムだけで合わせてもかっこいいですけど、もし いけそうだったらワーイやってみる。このフレーズ、ワンフレーズ入れるとちょっとこうなんかこうリッチな、リッチなテイストになるかなという感じで入れてみようと思います。そしてですね、このガズのアイデアとしてはですね、これ原曲を聞くと一番最初の曲の始まり方っていうのはね、結構特徴があって、あのハワイアンスライドギターって知ってますか？こう膝の上みたいな、こうテーブルの上にギターみたいなの、ここになんかこうね、指にね、ガラス瓶みたいなのをね、あのスチールか、だから鉄のこう指がキューキューっていうその音が出てくるんですけど、まあ、ちょっとウクレレでやるのもね、本当はですね、なんかね、例えばこういうものでギーって、これもいいや、これでもいいな。で、こういうムードを出したいなと思って、一応ですね、こう、指をこう持って、こんな風にして、歌が始まると思うんですけど、前半部分ね、ちょっとね、こんな感じで仕上げようと思います。今みたいな感じで。これはスライドギターだと思ってくださいよ。そういうイメージですよ。なーいらに、ここでこう、かき回しながらいつも。ハワイ、あ、もうハワイアンの風がファーッと吹き抜ける。ここから The Night Seven って入ってくる。この演出、ちょっと動画でね、なんとなくその雰囲気、ガズさんが何を伝えたいか感じ取ってください。はい、なんかやっぱね、ムードを出していくと大事ですからね、自分のテンションが上がるように、アレンジしてみようと思います。さあさあさあ、結構いろいろ大盛りだったんですけど、これはやっぱりですね、まあ私はこの曲はもうね、本当に全然覚え、全部暗記してるぐらい大好きな曲なんで、相当気合が入って楽しくなっちゃってるんですけど。はい、ハワイを思い浮かべながらやってみようと思います。Elvis Presley Blue Hawaii。ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。
Elvis Presley Blue Hawaii ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。ああ気持ちがいいです。私はまあこれやっぱ好きなんでね。あとやっぱウクレレね、1曲ぐらいこういう曲弾けるとねすごくいいと思いますよ。はい、ぜひぜひ。あのこれあの洋楽にしてはですね、英語も結構あの比較的簡単でだと思います。英語の曲入門にも持ってこいだと思います。ぜひ皆さん大いに歌っていきましょう。さあ皆さん、この楽しさ、誰かに伝えてまた楽しさを広げていくのも楽しいと思います。その時ガズレレ YouTube ご活用くださいませ。いいねとかですね、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。先ほどもご案内したんですけど、このノートの PDF が毎月5曲手に入るガズクラブなんですけど、これね、それ以外にもその中でのクラブ活動いろいろやってるんですよ。オンラインクラブインオンライン限定オンラインイベント生配信やってます。次はですね、明日、6月16日の夜8時からやりますので、今からでも、申し込みいただいたら間に合って、明日の夜はですね、なかなか盛り上がる予定になってますので、ぜひよろしくお願いいたします。あとね、いろいろあります。ですね、まずこのいつもガズが使ってる、このガズのわがままウクレレが実はですね、6月16日の正午から、事前予約販売再開されます。お待たせしました。ちょっとお届けは先なんですけど、ひとまずですね、予約していただける目処が立ったということでございます。いろんな種類が、まあ、あるんですけど、まずソプラノウクレレ、コンサートウクレレの2種類サイズをね、あとこのフレットの、ね、数が選べるようになっているんです。このスタンダードは12フレットです。なんだけどこれ15フレットまでソプラノ伸びたりとか、あと逆に私今年の夏はこれいっぱい使います。7フレットモデル、これがですね斬新なんです。これもね、ご注文いただきます。ここすごい弾きやすいんですよ。これはですね、あの今年の夏使っていこうと思います。あとそれぞれにピックアップがついてる、ついてないも選べます。ピックアップ付き、ピックアップなしも選べますと。そしてコンサートウクレレではですね、これ今12フレット仕様なんですけど、16フレットまで選べるのもあります。明日16日の正午に、これ事前予約注文受付しますんで、もし、待っていた方、お待たせしました。よろしくお願いします。そして、今すでにご注文いただいている方、ですね、本当もうこのコロナとか流通が今乱れてて、またちょっと遅れちゃったっていう、ご案内を出してるんですけど、申し訳ないですけども、10日ぐらい遅れちゃいます。もうちょっと。現地でもじゃくんがもう毎日毎日汗だくで、ベトナムで G ラブチームやってますんで、まあよろしくお願いいたしますということでございます。そしてあとはね、もうどんどん一気が、はい、これこれがいよいよ18日今週だね、出版されます赤い本ね。これは今もう超話題になってて、 Amazon でも予約段階で第1位いただいてますんで、これもフォローよろしくお願いします。あともういっぱいあるよガズレレ、はい、これガズレレのリュック、これコンサートサイズまで すっぽり入るというウクレレケースなんですよ。でこれ楽器用のケースなんで、中にすごく分厚い緩衝材が入ってたり、譜面台とかね、チューナーとかいろいろポーチがアタッチャブルで付け外し可能なやつがあって、でしかもこれここにこうガズレレの黒プリントが入ってたりとか、横でも持ってるんですよ、ハンドルが付いてる。なんでこれビジネスマンにもこれぴったりだなということで、あとねおしゃれな使い方でいろいろできるし、これただのでっかいカバンとして旅行カバンにもなるんでね、いろいろ使い方があると思います。あとはキャップだとか T シャツ、あとこのストラップ、ストラップはですね、前半に小杉さんがいつも作ってくれてるんですけど、最近大発見をしましてですね、ここに尻尾みたいに余ってるこの部分でですね、このウクレレ掃除ができるっていうことを私がね、発見しましまして、結構これがいいぞということで、まあそんなようなこと、もうとにかく、あとね、アプリがあるわ。ガズレシピ、このアプリもそろそろ曲ドーンと追加になりますので、もう、ご案内ばっかりでもうびっくりみたいな感じなんですけど、よろしくお願いします。はい。そういうわけでガズレレ .com だね。ここのガズレレ .com を見ていただければ、まあ大体のことはわかると思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、楽しく皆さん音楽しましょう。これからいい季節。天気も良くなって暑くなってきて、またウクレレぴったりの季節ですよ。大声で歌っていきましょう。皆さんよろしくお願いします。さようなら。バイバイ。